はい、こんにちは。こんにちは。はい、今日はですね、シチュエーションオブデッドでございまーす。はい、かっこいい。これね、かっこいい。このね、2つの中で、こちらはですね、死因、例えば、法、視察とかそういうのがあります、うん。こっちはですね、シチュエーションにちょっと細かい状態。例えば、どこどこでどこどこ、何々をしている状態。うん、で、この2つを組み合わせまして、死の状況を、描けるかということで、勝負するということだと思います。はい、速攻で演技する。速攻でその状況を演じると。はい、なるほど。まあ、制限時間はまあ、自分で決めて。自由な。自由に決めて。もう1時間の対策で大丈夫です。すげえな、そんなやついるかな。自宅で一人ネットショッピングを注文しているときに、そんなタイミングで死ぬことないの？分身する。2人で死んじゃう。うわぁ。アクトスタート。いいのあんな、いいのあんな、え？いいの見つけた。見つけたぞ。これいくか。これ。いや、相当いいやつですね。そうですね。相当。これいっちゃう。いいよ。大丈夫よ。そんなイライラしなくても。行かないよ、これ。ちょっと、これいいやつなの？いいやつ。ちょっと行かない。そんなイライラしなくても。ちょっと行かないか。ちょっと欲しいのに。欲しい。ちょっと。ちょっと欲しい。また欲しいのに。悲しい。あ。はい。はい。終了でございます。重いですね。そんなに。何を買ってたんでしょうね。フリーズしちゃってね。いいよ。フリーズだ。フリーズだ。原因分かってんじゃん。ラーメン屋で両親と一緒に、はい、溺死、はい、溺れて死ねますか、ラーメン屋さんで両親と一緒にですからね。スタート。あ、とってかって悪いな、俺の誕生日こんな喋ってラーメン。じゃもっといいとこじゃん。このラーメンちょっといつも欲しくねえんだよ。俺まずいラーメンって有名なんでちょっと文句言うわ。すいません大将、ちょっとこのラーメンまずくないですか。立ち食いラーメン。あー、うわっ、うわっと、うわっ、うわっ、やめろやめろ。おい、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 大将歴史なのに喋ってる。すげえ。怖え大将。大将に。超怖えやつ。両親いる中でね、完全無視だもんね。せーの。はい、草木さん。カズさん。よーし。素晴らしい。情緒が見れました。情緒が見れました。